今回はピザハットのグラタンハットメルツですね。こちらをいただきたいと思います。中はこんな感じなんですね。写真と結構違うような感じがしますけど、こういうふうにピザがいいですね、包まれてるって感じなんで、もうチーズですね。ちょっと何もつけないで食べてみますかね。いただきます。うん、濃厚なチーズで美味しいですね、これ。うん、確かに普通のピザぐらいの美味しさはあると思いますね。まあ、ちょっと値段は割高な感じがしますけど。じゃ早速このクリームですね。明太子系だと思うんですけど、ちょっとつけてみますか、ね。いいんじゃないですかね。うん。いや、さらに味がグレードアップしますね、やっぱり。いや、これいいんじゃないですかね。ちょっとマスタード風もつけてみますかね。いや、どっちもいいですね。明太子もマスタードもいいんじゃないですかね。マスタードですね。うん。うん、やピリッとする辛みがまたいいですね、これ。これは結構手軽な。ランチという意味ではいいんじゃないですかね。ちょっと少ないかもしれないですけど、まあ、これは新しい形じゃないですかね。いいですね。うん。この明太子ソースが最高ですね。忘れてましたけど、ポテトもありますね、ちゃんと。いい焦げ目じゃないですか。うん、あんまり味がついてないんで、これもつけるようですかね。こうじゃないですかね。うん。いや、いいですね。マスタードもいいんじゃないですかね。まあ、確かにポテトも一緒にあるってのは結構ありがたいですよね。まあそれでも割高な感じはしますけど、うん、でもやっぱり高めですね。やっぱりちょっとあれですね、美味しいんですけどね。うん、まあイメージですよ。やっぱりピザの間にグラタンが入ってるって感じなんで、これはいい相性ですし、この後付けのソースですよね。これで味が調整できるんで、そういう意味でも結構いいと思うんですけど、やっぱ問題は値段ってところですかね。もうちょっと安かったらいいんですけどね。ちょっと高くなった感じですね。うん。ソースはどっちもいいんですよね。この感じですね。まあ、どっちもいいですよ。やっぱ明太子が最高ですね、これ。美味しいですよ。うん。端の方はちょっとチーズが少ないんで、そういう意味でもこのソースをたっぷりしているとちょうどよくなるかもしれないですね。なかなか面白い商品ですね。
まあ、あとはポテトだけなんですけど、うん、まあ、このソースがいいですね、まあ、いろんな味を楽しめるってところでいいと思いますね。まあ、値段を考えると朝食の傾きって感じですかね。値段と量を考えるとですね、やっぱちょっと少ないかもしれないですね。うん、でもう一箱ぐらいいけそうな感じですね。明太子の方が美味しいですね。マスタードもいいんですよね。無難な感じでですね、うん、こっちですね。いいたらこの感じですよ。たらし明太子というところで、というところで今回はこのグラタンハットメルツですね、こちらをいただきました。ご視聴ありがとうございました。